こんにちは、アップデート情報が出たので、今回はその公式配信を和訳した内容の共有動画です。はい、まずは神格さんについての情報から共有していきます。まず基本事項ですが、通常攻撃は5段、元素スキルは氷章、タイマっぽいキャラなので、囲碁札、として、進めていきます。元素スキルは長押しでお札を獲得できるようです。そのお札は、イットのように使用すると何かしら効果があるようだね。お札は、基礎ではなく、最終的な攻撃力に依存して、バフしてくれるみたいだね。それから、固有テンプによるとスキルの単押しと長押しでは、バフの内容が異なるみたいですね。これはスキルとは別枠っぽい？クールタイム次第では、単押しの後に長押しして、アタッカーに切り替える感じかな？お札を獲得したキャラクターが氷元素で攻撃する必要があるみたいだから、氷専用でネットという感じみたいだね。で、その効果は重ね掛けが可能で、重ね掛けた場合には効果が延長されるようです。トーマのように重ね掛けていくタイプのキャラクターなんだろうか。常時攻撃バフ発動可能キャラとかだったら、氷ベネットとして使われそう。ただ、お札獲得後に氷元素で攻撃だから、スキルの後爆発が必須になるのかな。今更ですが、時のヒカルさんとリスナーの方、お二方の翻訳を参考に動画を進めています。それから、元素爆発ですが、氷耐性と物理耐性ダウンだから。星5番ロサリアという側面もあるのかな。どれくらいの数値下げるかによりますが、ロサリアさんの上位互換になってしまいそうで少し怖いね。回復はできないけど、氷編成をするなら編成したいキャラクターになりそうな予感。固有テンプは、報酬アップ系で、氷元素ダメージアップ。それから五郎のように元素爆発発動時にバフを振りまけるみたいだね。どのようなバフなのか、気になりますね。一通り見ていって、いろいろ話すことにします。それでは、次のキャラクター。続いて、運金の性能ですが、通常は5段、元素スキルは長押し対応みたいです。さらに、HP 上限をベースに岩元素シールドを作れるみたいです。シールドキャラクターなのか、そして解除後に岩ダメージも与えるようだ。もう少しスキルを見ていきましょう。五郎のように無凸でもある程度使える性能だと嬉しいな。トーマは無凸だと結構厳しめな感じだったし。というか、タイミング良くってことはカウンタータイプのスキルなのかな。稲妻で北斗さんみたいなカウンター実装されるやろ。って期待されてたけど結局リュウエキャラなんやな。気になったんだけど、侵食は打ち消せないんだっけ？打ち消せないなら侵食が向かい風になりそうで不安だ。続いて、元素爆発ですが、ノエルと結構被ってる感じがしますね。防御力基準でダメージバフして、それには回数がある継続時間なのかな？それから、元素種類が多ければ多いほどって、他元素キャラクターがいるってことなのかな？もしかしてこれが、岩で固めれば強いイットやノエル、五郎とかとの差別化ポイントか？それから、チーム全員バフのようなので、アタッカーとして運用する必要はなさそうだね。バフだけってなれば、オール防御の生物をつけることになるのかな、もったいなさそうだけど。槍でサポートするならどうせ清風だから、最低でも会心率は必要になりそうだね。でも田中槍持ってる意味は、あんまりなさそうだね。炎とか雷と組んで、ダメバフつけて殴れってことなのかな。余談ですが、声優さんが二人いるのは、オペラを歌う都合上、その部分だけ中国声優さんが担当するようです。続いて、時のヒカルさんの翻訳によれば、こちらのアビサルビシャップは、1、登場キャラのエネルギーを吸収する、登場キャラに対しダメージを与える。2、登場キャラのエネルギーが低くければ、低いほど受けるダメージが大きい。と、おっしゃられているので HP ではなく、チャージに対する侵食というモンスターなのかな。アビスの栄翔者のエネルギーボールってシールド貫通するっけ？まあ侵食の類ならシールドは貫通しそうなので。攻撃をかわすことが大事になりそうですが、追っかけ回さないといけない上に、そこから回避でさらにスタミナがいるみたいな。どっかのクソゲー狼みたいな、敵だったらすごい嫌ですね。とりあえず、この旅人の紫のオーラはデバフ中で間違いなさそうだね。継続するチャージ現象、嫌すぎる、昔の螺旋獣いけそうじゃん。続いて、アビスの栄翔者深淵ですが、1、炎元素を操る。2、技深淵の炎を食らうと、シールド虫の炎攻撃受ける、発動時間が遅延されるパターン。これは、アビスの人撃流みたいな、クールタイム遅延系ってことかな？ 3、
炎深淵詠唱者が第二状態に入ると、炎の核を召喚し、されに強大なスキルを発動する。歩いて避ける。という感じみたいです。シールド無視されるの嫌だな。スリップダメージかどうかによるけど、行く秋とかのダメージ軽減が適用されるか気になりますね。他にも、水元素使えば爆速で削れそうだけど、そこをどう調整してくるかも注目だね。今のところ、後から出た試練よりも、アビスの使徒激流の方が面倒い敵だからな。その序列がどうなるのか。余談ですが、歩いてかわしてるシーンはこれですね。はい、ということでここから、実用性とか軽く考えていくコーナー。まず、神格さんですが、妖怪と凍結どっちメインで編成するか悩みますね。個人的にはアーロイやシゲクモとかと組ませて、ゴリッゴリの効果力編成試してみたいな。服が似てるから、シゲクモは神話性抜群だと嬉しいですね。このバフってチーム内の対象キャラ以外もバフされるんだろうか。九条皿みたいに、一人しかバフできないんならちょっと使いにくくなりそうだね。物理と氷ダウンなら、ワンチャンエウルアも組めるのかな。でも、ディオナの枠になるだろうから突に回復があるかどうかが肝になりそう。ディオナの回復量低めとはいえ、回復がある方がもちろんいいもんね。あとは、火力だけ求めた場合の、関羽と神里に前入れるより、神格をどちらか抜いてぶち込む意味が、あるかどうかも大事そうだね。氷元素という、条件がついている以上、それなりのスケールのデバフとバフを期待したいですね。回復がどうのって言ったけど、モルガナならモナに金箔持たせたりすれば十分ディオナ抜く価値あり？それから、運金ですが、元素がばらける方がいいなら。ディルックとかと組むことになるのかな？通常攻撃アタッカーって誰がいるっけ？ライデンも元素爆発扱いだしな。でも回数とか決まってるなら、フータオの初段に乗れば十分強いってことになるのかな？とりあえず、勝利先生と運金で運用してみたいね。勝利先生入れるとシールド被りそうだけど、スキルをしてる間だけシールド生成だよね。カウンター系のスキルっぽかったもんね。岩見なら勝利先生と運金かな。ということで、今回は中国公式ビリビリの動画の情報を、翻訳していただいた情報を共有するといった感じの動画でした。中国語全くできないから、すごい助かりますね。概要欄に時のヒカルさんへのリンクを貼っておくので、ぜひぜひ登録、フォローしてみてください。そして、翻訳をしてくださった、リスナーの方すごい感謝です。余談ですが、英語版の原神公式に日本語翻訳字幕出してみれば大体同じこと言ってます。大体、な理由は一部音声認識がガバくて、翻訳が認識していない部分があるからです。ということで、今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。さようならだぜ、登録高評価よろしくお願いいたします。それから、この翻訳パートが終わったタイミングで動画切ります。ご視聴ありがとうございました。